いや、まあ絶対負けたくないし、負けることが嫌いなので。まあ、僕の中では2対1で、切羽詰まった試合をしている時でも、そこでやっぱり点を決めて相手の息の根を止めるってことは常に考えているので、まあ、自分が入ったらこう、後ろ重視になっている流れも前向きに持っていけたらいいなっていうことを意識して常に入っています。まあ、ドリブル突破っていうよりはやっぱ味方を使って自分が連動して動いて、まあ、ワンタッチやツータッチを使いながらゴール前に入っていくっていうのは、まあ、自分の武器だと思っているので、まあ、そういう部分をたくさん出せていたらいいなと思いますし、まあ、出せてる時もあるのでそれを続けていきたいなと思います。まあ、変なタイミングで動き出しちゃったり、変なタイミングでパスワンタッチ入れて自分が入っていくみたいなのは結構自信持ってるし、あとは一か八かのプレーだけどそれを成功させるこうメンタリティとかアイディアは自信を持ってますね。まあもちろん点をたくさん取って喜びを分かち合いたいっていうのもあるし、まあ自分のトリッキーなプレーをたくさんするのでそこを見てほしいなと思うし、勝てばやっぱり内容どうであれやっぱサポーターと選手が一緒に喜べるっていうのがあるので、まあ、そういうところはやっぱり勝つっていうのがいいなと思います。